いってらっしゃい。どう？蛇女の校舎は。すごいね。さあ、北の広場を案内するわ。なに？ぼーっとしてどうしたの？いや、その、ひばりのこと、お人形にしたいとか言わなくなったから。当たり前じゃない。蛇女の仲間をお人形にしてどうするのよ。これだけ広い場所なのに使ってないの？ちゃんと使っているわよ。甘い！何をされても声を出すな！ここは地面と同化する訓練をするところなの。始めてからかれこれ30時間くらいになるかしら。そんなにやるの？そんなにって半分も経ってないわよ。次は南門よ。それじゃ敵に気づかれる。しなくても。失敗の許される学生のうちに体で覚えないと。その方が本人のためになるんだから。ご指導ありがとうございます。さあ、最後に天守閣を案内するわね。どうしたの？早く行くわよ。
女たちは黄泉と日陰。もやしはある意味芸術だと思いますの。あんたも好きやな。え、もちろんですわ。まずあの食感、表面はツヤツヤと輝き、噛むとシャキッとキュートな音。それに不思議、咀嚼しているだけでとてもお腹が満足してきますの。それ錯覚や。満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいの気分になってるだけや。まあそういう言い方もできますわね。ほらひばり、外を見てごらん。下の方も見てごらん。できたひばりよ。よろしくお願いします。未来よ、よろしく。私を無視したら殺すからね。無視なんかしません。無視をしないのなら普通に付き合ってあげるわ。中流階級ってとこ？毒にも薬にもならないですわね。え？ええやん、そんなこと。よくないですわ。ひばりです。よろしくお願いします。よろしゅう。もやし好きですね。はい。でしたら最近のもやしの高騰についてはどういう意見をお持ちで。私は助かった。もやしの話に付き合ってくれるやつが来てくれて。さっきの部屋にお財布を忘れてきちゃった。ひばり、取ってきてくれる？え？そういうのは後輩の仕事でしょ。
取るならさっさと取れば。